い鍵盤が食べてみた特別編です。はい、上原さん、はい、新春ということで、うん、はい、明けましておめでとうございます。はい、どうでしょう、今年はどんな年にねしたいですかね。24年、のんびりしたいっす。のんびりね、はい、そうですね。上原さん、なんかこううまーくバランスをとって仕事とプライベート、はい、遊びとね。いや、もうプライベート中心ですよ、もちろん、うん、そんなん、もう仕事はもう間々に入れるだけです。間々、いいな、はい、それでね、食べていけるって本当に羨ましい言い方、はい、わかりました、言い方じゃあまずは、はい、ね、明けましておめでとうということで、はい、お塗装をいただきましょうか。おお、ね、はいはいはい、こんな家にありますこれ、ね、全然こんなんやんないよ俺、やんないと思いますけど、うん、せっかくですからね。じゃあお塗装をいただきましょうか、はい、これどうやってやっていくの、俺全然やり方知らんねんけど、ね、私はうちはもうこうやってもこうですからね普通そうだよね、うん、なんかこういう段がなんなのね、はい、三段重ねのね、杯で、はい、一杯ずつ3回に分けて飲むのが作法なんですって。これまず上から、じゃあ僕が入れます、入れます、入れます、してんねん待って、今年ちょっと待って、先行きがちょっと、え、大丈夫ですか、ここれ、お前これ誰だよ、持てないよ、すいません、姉さんすいません。じゃあ上の役でいきますね、私が年上の役で。役じゃなくて年上だから何自分を若く見せようとしてんのそんなそんな言うと聞かないからね、すいません、はい、じゃあすいません。え、これは何、三口っていうか、こんなやったことって初めてですね。ちょっとケチった、いやいや、はい、なんか不思議な味がするでしょ。数種類の生薬をですね、配合したもの、すごいなんか薬の感じがする。そうそうそう、うん、日本酒とかみりんに漬け込んだというね、うん、薬草酒というんでしょうかね、うんうん、で、これ次が俺か姉さんに、はい、入れ方とかあんの、特にないの、上品に、上品に、はい、これぐらいでいいですか、はい、はい、もっと入れろって感じこれは独特の、ね、ね、シナモンの香りがまずします、なんか、うん、すごい残る、まだ残ってるも鼻の、うんうん、はい、ごちそうさまでした。ちゃんと3回に分けて飲んだ、飲みました、はい、これ無病長寿を願って、はい、これをいただくということです、はい、だから今年ね、健康で、健康でいけますよ、うん、本当お願いします、ね、さあお正月ということでご用意しました、うん、この後は何ですか。お正月といえば、はい、おせちでしょう。そうです、はい、おせち料理です。西武ライオンズが販売するライオンズおせちです。これだけでも持って帰っていいんちゃう、かわいい、どうお土産に、ね、これ嬉しいんじゃない、かわいい、ね、え、他の球団ないの、他の球団は出してないんだ、ないです、これも売り切れてますから今ね。え、そんな人気なんだ、はい、完売です、素晴らしい、完売してます、はい、うん、じゃあオープンしますか。まずは、はい、1の10、1段目はいわゆる、はい、伝統的な和風のおせちです、うん、和風絶対うまいよこんなの。これ松井和夫監督のおすすめなんですけれども、特に注目してほしいのは人参の飾り切り、レオマークになっているんですね、ライオンズのマーク。おお、ちょっと分かりづらいぞ澄んだ心で見てください、はい、ね、見えてきましたね、見えてきた、ね、かわいい、こういうね、はい、いいですね、ちょっといやいやライオンズならではいいですね、こういう和食っていいよね、うんうん、だから上原さんがね、はい、好きなものは何なのかなって、ね、あー、でもこれ逆に嫌いなもんない、なん全部全然大丈夫。おお、うん、じゃあちょっとまず何からいきますか。ちょっと黒豆があのジャンプしてるからこっちに移す感じは、ジャンプっていうことはセーブ、これでちょっと飛躍するかも。おー、栗をどうですか。栗は何かあるの、そういう言い伝え的なもの。栗きんとん、はい、言ってください。武士が戦で縁起を担ぐために昆布と共に勝分を願って勝ち栗を用いています。これは勝ち栗ってことだね、うん、戦で勝つために。あ、そうですね、土俵の下にもね、勝ち栗埋めますもんね。そうか、あ、そうなんだ、うん、美味しい栗、うん、
やっぱりすごい風の行くちょっとのんべえは風の子行くかもしれない行く、ね、しかもこの下見てくださいよ、うん、この松前漬けみたいな、ね、これ多分松前漬けじゃないですか。美味しいと思うよね。えこれと合わせて姉さんの好みが合うかもしれない。合う合うこれでいただくと美味しいですよね。うん、うん、美味しい美味しいです。うん、松井監督にまあ頑張ってるから頑張ってっていうのも言いづらいんで、うん、ああとにかく1個でも上にっていうところですね。そうですね、はい、先ほどこれもジャンプって言ってましたからね。そう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 、黒豆もジャンプして、ね、ジャンプして隣の栗の方に行ってたからね。栗で戦でしょ、うん、だから戦に行ってるわけやからね。そう、うん、はい、じゃ飛躍の年ということで、ね、こんな感じで、はい、ライオンズおせち1段目、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。高橋光成選手のおすすめ、うん、上原さん大満足です、うん、大満足、これ美味しい、うん。